今回は雑談会になります。コミュニティ欄でもお伝えした通り、6月6日早朝に重度のめまいに襲われまして、自分で救急車を呼び、病院に運んでもらいました。めまいなんて立ちくらみみたいなもんだろうと、舐めてかかっていたんですが、もうとんでもないですね。本当に視界がぐるぐる回って、立っているのがやっと、ちょっと動いただけで吐いてしまう。ただこの調子でめまいは辛いんだぞということを延々垂れ流しても仕方ありませんので、こんくらいにしておきまして、今回病気になって考えさせられたことを話させていただきます。どこかで言いましたけど、禅の研究の読解動画を出した時、ああここまでわかればいいやと思ったんですね。でその後の動画はおまけとは言いませんが、一つのゴールにプラスアルファを積み重ねている感じなので、いつお迎えが来ても後悔することはない。なんなら早く終わってくんねえかな、もういいだろうと思うこともしばしばでした。私の青春はトトのつまり地位と名誉とそれらに見合った女が欲しくて、机にかじりつき下手な小説を無理やり書き上げては読み返して絶望するという実に他愛ないものだったんですが、軌道修正しようにもそれまで積み上げてきた努力にとらわれて身動きが取れず、結局最後はオンラインのセミナーを掛け持ちするところまで落ちました。それである時こんなことを言われたんですよ。地位とか名誉とかそんなもんは欲しいやつにくれてやれ、どうぞどうぞと譲ってあげた分豊かになれるよと。嘘つけこの野郎と思ったというか、地位や名誉が欲しくて、まあ敗者復活戦のためにセミナー受けてんだけどなという感じで非常に抵抗があったんですが、自己流でやってどん底まで落ちこぼれたわけですから、言われたことは何でも素直にやってみようという心構えではいたんですね。それで実際美味しいところは全部持ってってくれという方針でチャンネルを運営し続けた結果が現在です。身も心もすり減らすばかりで箸にも棒にも引っかからなかった頃と比べたら雲泥の差。こんな弱小チャンネルでも私にしてはうまくいっている方だと思います。まあ金持ちになったとは口が裂けても言えませんが、精神的には確実に豊かになった。と申しますのも、地位や名誉に興味がなくなったんですね。私はもともと人間いかに行くべきか、この世界は一体どうなっているのかということを探求したくてこの道に入ったんですけど、いつの間にか自分の適性に見合ったやり方でそれなりの手応えを得られるようになっていました。何度も申し上げますが、手応えといっても大したもんじゃありません。ただ全く報われない努力を10年20年とバカの一つ覚えで続けてきた身にしてみれば、もうこれで十分、そう思えたはずなんです。ところがそれでめでたしめでたしとはならなかったんですね。私というか人間というのは概してそういうものだと思いたいんですけど、こういう風になったらいいなという目標が達成されるとだんだんその状態に慣れて物足りなくなってくる。本を出したいとか賞が欲しいとは相変わらず思わないんですが、もっと評価されたい、てかもっと評価されていいだろう、しろやと思うようになりましたし、金が欲しいと願うようにもなりました。トトのつまり好きなことだけして生活していきたいと願うようになったんですね。まあ、情報発信だけでは難しそうなので株の勉強なんかもしていますが、まあ無理ですよ。夜勤の肉体労働で生活費の大半を稼いでいるんですけど、多分死ぬまでこの生活が続くんだろうな、俺の人生ってこんなもんか、しょうもないなぁとクサクサした気分になる瞬間が増えてきた。もっとも夜勤の仕事は嫌いじゃないんです。仕事というよりバイトというか、こんなこと言ってるってバレたら怒られるでしょうが、私は健康のため週に何度か運動しているつもりでいます。普通休みを使ってジムに通ったりランニングしたりするわけですよ。でも私はそれでお金がもらえる、なんていい仕事なんだとありがたく感じると同時に、大学院まで出ておいて何やってんだという劣等感にも苛まれていた。まあそんなこんなで早く終わってくんねえかな、もういいだろうに行き着くわけです。いやいや俺は恵まれている方じゃないか、健康だし大事な人を事故や自殺なんかで失った経験もないし、何より好きなことで承認欲求をある程度満たせている。それに仕事に劣等感を抱いていると言っても、もし明日から一流企業の課長にしてやるって神様に言われても数日で嫌になるに決まっている。彼女ができても本を読む時間がなくなるとか言い出すんだどうせコツコツやるしかないし、努力も好きなんだからこの展開はまあぼちぼちってところじゃないかと殊勝なことを自分に言い聞かせてもいたんです。でもなぁとなっていたところにめまいが来た。ぐるぐるというより最初はもう本当にカオスです。上下左右前後が同時にぐらつく感じですね。やばいかもしれない。恐怖すると同時に別にこのままこと切れてもいいよと思いました。小林秀夫の動画を数ヶ月後に出そうと計画していまして、それを出せないのが心残りではあるけれど、下手に苦しめるんじゃなく人思いに行かせてくれるんならそれで悔いはないよと。
ただパソコンにある見られたくないデータを消そうか逡巡しつつも実行せずに119番したんですよ。だからまだ死なないと体は分かっていたんでしょうね。あれから1ヶ月弱経ちまして、めまいは9割方なくなったものの、平衡感覚はまだ戻ってきません。まっすぐ歩けない。おじいちゃんが杖をつきながらヨロヨロと歩いているところたまに見かけるじゃないですか。足腰じゃなくて耳が原因でヨロヨロしているケースもある。私は今そのことを思い知っています。一人で病院に行けるようにはなりましたが、手すりがあっても階段を降りるのが怖いんですよ。ドーンとやられたら終わりですから。最初は中耳炎とか前庭神経炎とか言われていたんですが、今は突発性難聴に伴うめまいだろうと言われています。 MRI 撮ってもらいました。脳に異常はないそうです。多分治りますし、多少ヨロヨロフラフラしたままだったとしても視力や手足や内臓を持っていかれたわけではないので、まあなるようになります。とはいえ寝るしかなくて、このままぐるぐるしたままだったらどうしようと不安になっていた時はこう願いましたよ。もう贅沢は言わない。以前の生活に戻してくれさえすればそれでいいと。健康第一、体が資本。元気があれば何でもできるんですよね、本当に。私の人生における最大の長所は、やりたいことに挑戦すればよかったと後悔することが一切ないことで、だからこそ早く終わってくんねえかな、もういいだろうとなっていたかもしれないんですけど、要するに気晴らしができてなかったんですよね。私は本を読むのもその内容をまとめて発信するのも好きですし、前述した通り夜勤の仕事は運動みたいなもので、つまるところ無理をしているという自覚は全くありませんでした。むしろ健康的な生活を送っているし、月1じゃなく月2で動画を出すべきなんじゃないか、もっと頑張れるんじゃないかと思っていたくらいなんですけど、心身ともに余裕のある人間が早くお迎え来ないかななんて願うわけがない。帰り見るとここのところ動画の編集が苦痛になっていた。完成してアップした時は達成感があるものの、翌日にはもう次の動画の準備に入る。このサイクルを死ぬまで繰り返すのはしんどいけど、でも他にやりたいこともないしな、徐々に数字も伸びてるし頑張るかと。例えるならゲームが好きで仕方ないはずなのに義務化して苦しんでいるゲーム配信者さんみたいになっていたんですね。まあとりあえず休め、もう40になるんだし、ここらで一遍自分を見つめ直してみろと体が教えてくれたというか、いやマジでお前いい加減にしろやと、三半規管が悲鳴を上げたのだと思います。こんな風にならなくちゃやらなかっただろうなというささやかなミッションからまずは始めました。浄水器を蛇口に取り付けたり枕を買い替えたりしながら、もっと自分を喜ばせないといけないなとぼんやり考えました。お迎えがどうのと考えるのはもうやめようというか、どのくらい根詰めればそのスイッチが入るのか把握して、月に一度か3ヶ月に一度か分かりませんけれども、とにかくこのために頑張るという自分へのご褒美を探す必要がある。映画館に行って帰りに寿司やうなぎを食うとか、今のところそんくらいしか思い浮かびませんが、外に出なくちゃ体験できない楽しみを見つけようと思います。あと今回のようなことが起こった時、互いに助け合える友人や恋人も作っておきたい。難しそうだったらそのうち顔出しとかするかもしれません。この調子で何年もチャンネルを運営していたら、いずれ登録者も1万とか2万とかいくと思うんですよ。50代とか60代になって駅でふらついていたら、あのめまいのおっさんがなんだか危なっかしいぞと気づいて助けてくれる人が現れるかもしれない。あいつムカつくんだよな、おっしゃ階段降り始めた、行ったれドーンとなる可能性大なので熟慮しますが、いくら一人が気楽だからといってこのまま何の付き合いもなく老いていくのはまずいなぁと若干の危機感を覚えるようになりました。もう疎遠になりましたけど、私なんかよりよっぽど頭の切れる知り合いがいまして、彼女は老後の世話をしてもらうために子供が欲しいと妊活に励んでいたんですね。私は何のかんの言ってロマンチストなので、本当にそんな味もそっけもない理由で産むのか、子供が欲しいというのはもっと本能的な理由なんじゃないのかと聞いたら、年取ったらわかるよと言われたんです。あのやりとりから5年ぐらい経った今、なるほど、本能的すぎるほど本能的な理由だったんだなぁとうならされております。まあ、今回はどうしようもなかったので、田舎にいる母と嫁に行った妹にお願いして上京してもらいました。初日の夜は都内のホテルに泊まってもらい、翌日に病院への付き添いですとか買い出しをお願いした感じですね。私は学歴コンプレックスの強烈だった父親と仲が悪く、殴られたり怒鳴られたりするのが嫌で
中学から完全に口を聞かなくなり、文学にのめり込んでいったんですが、険悪な家庭内のバランスを取ってくれていたのが一つ下の妹でした。未だに身内の面倒事を全て押し付けてしまっているので、彼女には頭が上がりません。勉強が苦手で、小説なんか読んだら 2,3 ページでグースか眠るような妹なんですけどね、しっかりしているんですよ。この機会に今の仕事を辞めて、もうちょい体の負担が少なかったり、社会的な印象の良さそうな職種に移ろうかなと相談したら、やめとけ、しょうもないプライドは捨てろと一蹴されました。一流企業に勤めていたら別だけど、非正規雇用なんてどれも似たような印象なんだから、無理なく続けられるところにいるべきだと。それにもう令和なんだから、職種がどうとか気にすんなみたいなことですね。好きなことでようやく納得のいく活動ができるようになったんだから、そのことにプライドを持てとも言われました。YouTube でこんだけフォロワーがいて、こんだけ再生されたらすごいとかいう話じゃなくて、好きなことを楽しみながら続けられるようになったのがいいと思うよと。よっちゃんって言うんですけどね。あ、そうだな、そうだな、よっちゃんの言う通りだなと、ひたすらうなずくだけの兄になっていました。頭では分かっていても、幼少期からバシバシ叩かれながら刷り込まれた価値観っていうのは、心の中に染みついて、なかなか拭い取れないんですよね。妹というのは同じ環境下で育っているわけですから、そこのところを説明しなくとも、共感してもらえるというのはありがたいと思いました。四十にして惑わずとまではいかなくとも、プライドの持ちようが強制されたんなら、めまいになった甲斐もちょっとあったかなという感じです。今の職場は脳梗塞で倒れて復活したケースですとか、連絡がつかないので確認に行ったらそういうことになっていたケースとか結構あるみたいで、変な話、病気に対しては慣れっこというか理解があるんですね。何年か勤めている分、融通を聞かせてくれると申しますか、劣等感がどうのこうのと言っている自分が浅ましく感じられるくらい人には恵まれているんです。本当にね、何が劣等感だよと今書いていて思いますので、引き続き今のところにお世話になるつもりですが、ただ夜勤はもう辞めるつもりでいます。夜勤の翌日が休みだったとしても、その日はもうヘトヘトになっているので、家に帰って風呂入って寝て起きても頭が働かないんですよ。脳死でできる作業以外何にも手につかない。夜勤はだから出勤日数が少なくて済むと言っても、休日をフル活用できるわけでは決してない。だったら多少出勤日数が増えても規則正しい昼間に移った方が効率的かもしれないし、何より健康にもいいだろうと考えるようになりました。7月中に平衡感覚を取り戻して職場に復帰できたらいいなという感じです。重苦しい話になってしまいましたので、ここからは積読本や休んでいる間に読んだ漫画をですね、いくつか紹介させてください。漫画はもう電子書籍に切り替えているんですが、何作かは単行本のまま手元に残してありまして、今回はそのうちの2作を読み返しました。まずクレイモア。クレイモアと呼ばれる女戦士たちが妖魔を退治していくダークファンタジーですね。進撃の巨人におけるごちゃっとした世界観あるじゃないですか。国同士のいさかいとか巨人の正体とか、ああいう設定が苦じゃない人は楽しめると思います。クレイモアは総じてクールでドライ。決して慣れ合ったりはしないんですけど、強い絆で結ばれていまして、とりわけ死んでいった仲間に対する呼びかけには胸を打たれます。続きまして、劇画漂流。私は藤子不二雄 A の漫画道は読んでなくてですね、トキワ荘を扱った作品としては、トキワ荘の青春しか見てないんですけど、早い話がその劇画版ですね。敗戦から安保闘争のあった1960年までのおよそ15年間、辰巳義弘さんがいかに漫画家となり、劇画を生み出すに至ったかが描かれております。最新の文庫版上巻では、阪大医学部に在籍していながら、すでに貸し本業界の第一線で活躍していた手塚治虫が登場。月刊からはゴルゴ13の斉藤隆夫がメインキャラクターとして登場します。高橋誠さんですとか柘植義晴さんなどなど、ほんの一コマ登場するだけでも、なるほどこの人はここでデビューするのかとか、この雑誌に書いていたのかとか、いろんな発見があって面白いです。戦後史のですね、復習にもなります。続きまして、哲学系の積読本を紹介させていただきます。まずヤスパースですね。こちら哲学入門と実存主義、2冊とも高いです。薄いけど大きいページに文字がびっしりというタイプですね。比較してみるとこんな感じ。ヤスパースは有神論的実存主義なので、キルケゴールと比べてどう違うのか、いずれ動画にしたいと願っております。続きまして、井筒俊彦。意味の深みへ。
コスモスとアンチコスモス、おかげさまで意識と本質の動画をよくご覧いただいておりますので、この2作もそれぞれ単体でまとめられたらなぁと願っております。ヤスパースともども気長にお待ちいただけましたら幸いです。最後にですね、前回の雑談から現在まで投げ銭をくださった方を2名紹介させてください。まずこちらフラニーさん、学生さんですね。いくつか質問に答えているうちバルトの動画にいただきました。ありがとうございます。ただ学生さんは投げなくていいです。勉強と遊びですね。これを頑張ってください。続きましてアビーさんですね。ベンジャミンリベットの動画にいただきました。ありがとうございます。アビーさんは全国各地の美術館を訪れては催されているイベントの様子をカメラに収め、ノートで記事になさっております。アートにまつわる写真を多く載せてくださっているので、これらを眺めているだけでも十分に楽しめますよ。例えばこの文字見覚えありませんか？新潮の表紙に記載されているロゴと同じですね。大竹新郎さんが手掛けられております。アビーさんが大竹新郎店を訪れた日はご本人が登場してライブパフォーマンスを披露してくださったそうです。こちらは草間弥生さんのかぼちゃですね。このかぼちゃ野外美術作品として香川県の観光名所にもなっていますが、台風によって一度破損してしまったとのこと。修復した後も天候によっては作品保護のため展示が休止されている模様です。それでアビーさんよほど好きなんでしょうね。台座のみ取り残された休止期間中の写真も載せてくださっております。こういう実際に行ってみないとわからない情報が多く載っているので、美術館が好きだったり現代アートの動向に興味があったりする方、あとノートをよく利用される方はぜひ一度チェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。といったところで今回は締めくくらせていただきます。お疲れ様でした。コミュニティ欄にて励ましの言葉をくださった方、心配してくださった方、あとこの動画を最後までご覧くださった方、本当にありがとうございました。明るく楽しく健やかにですね、私が言うなって感じですけれども明るく楽しく健やかにいきましょう。ではまた。失礼いたします。